鉄道駅ビルのクリスマスイルミネーションイルミネーションとは、電球、発光ダイオード、光ケーブルなどにより淡い光の光源を集め、電飾看板、風景、人物などをかたどり、夜間における風景などを作り出す装飾である。電飾とも呼ばれる。日本では、クリスマスツリーなどの形で広く見られるほか、観光名所としても大規模に展開されることがある。また、 個人の民家においてもクリスマスシーズンに向けて家の周りをきれいな電飾で飾ることが増えてきた。高原には豆電球や麦玉が用いられてきたが玉切れが多いこと、消費電力が多いこと、発熱が樹木に悪影響を及ぼすことなどからコストの点にやや難点があった。近年、高出力の発光ダイオードが安価になり耐久性や発熱面、 ランニングコストが格段に改善されるようになったことから発光ダイオードを使用したものが増えている。青色発光ダイオードや白色発光ダイオードの台頭やその圧倒的な表現力により特に青や白が多用される傾向にある。イルミネーションが多い都市はイルミネーションシティと呼ばれることもある。また、個人の家を電飾で飾って楽しむ人をイルミネーターという。 また、イルミネーションを専門として、企画設計する人を、イルミネーションデザイナーと呼ぶ。イルミネーションの起源は16世紀に遡り、宗教改革で知られる、ドイツのマルティン・ルターが考えたと言われる。彼は夜、森の中できらめく星を見て感動し、木の枝に多くのろうそくを飾ることでその景色を再現しようと、した。日本におけるイルミネーションは、 1900年4月30日、神戸沖において行われた、観艦式で、夜間、各観戦が発行して、海面を照らし、一大遺憾を見せたことに始まるとされる。明治時代には、大阪や東京の観業百覧会でも盛大な、イルミネーションが行われた。日本においては、明治時代に博来品を扱う明治屋が銀座に、進出したことが大きい。 1905年の新聞には、例年になく、イルミネーションが、華やか、ママ、との記事が見られる。星の光の再現から生まれたというイルミネーションでは、あるが、その光は夜空に輝く本物の星明かりを、弱めてしまう。加えて、人間や、動植物の健康にも、悪影響を与える場合もある。このような一連の問題は、公害と言われる。また、 過剰なイルミネーションはエネルギーの浪費にもつながる。近年は発光ダイオードやグリーン電力を使用してエコをアピールする例が増えているが、LED の普及に伴ってイベントの規模が大きくなったり、個人住宅の庭などにイルミネーションを施す例が多くなった。そのため、使用する電球の個体数そのものとしては、 LED 普及前と比べてエネルギーの浪費が大きく増加した可能性が高い。エネルギーの浪費が増えることによりヒートアイランド現象や地球温暖化の進行を一層促しているとも言われている。日本の各所におけるイルミネーションデザインには主に2種類存在する。ハウスイルミネーションとは量販品店やオンラインショップ、ホームセンターなどで取り扱われている。 市販品のイルミネーションを使用し、各個人の家屋やマンションのベランダなどにコーディネートを行うこと。既製品のモチーフやチューブライトを組み合わせて様々な表現を行われるが、オリジナリティを生み出すのは容易ではなく、デザイン性ではなく、ボリュームや点滅の派手さでコーディネートが行われることが多い。一方、商業イルミネーションは、小空間におけるイルミネーションであり、 クリスマス反則の一環として行われることが多い。そのため、クリスマスセールの店内ポップや、キャンペーンなどと合わせて行い施設全体での盛り上げる、ため大規模なイベントになる施設もある。ライバル施設との差別化を図るため、オリジナルのデザインを取り入れることが多い。ディスプレイの延長でデコレーターなどがデザインをすることも、あり、その場合の特徴はデコレーションが、 メインになりアクセントして、イルミネーションが織り混ぜられているのが特徴である。その他にも、日本には、数少ないイルミネーション専門のデザイナーが存在する。一般的にこう呼ばれ、イルミネーション専門にデザインを行う業種である。商業イルミネーションにおいては、大掛かりな電気工事や工作物がデザインに、組み込まれるため、多岐にわたる高い知識と経験が要される。 その思考の流れは建築現場に近いものがあるのも特徴である。そのため、イルミネーションデザインという業種においては、第二種電気工事、二級建築程度の知識を有している場合、効率的な空間デザインの企画提案ができるとされる。イルミネーション自体の周知度は高いのに比べて、イルミネーションの専門デザイナーの存在と必要性の認知が低いのが実情である。 イルミネーションデザイナーの他に、ディレクター側の立ち位置にあたりほぼ同意義ではあるが、イルミネーションプロデューサーという業種も存在する。日本イルミネーション振興協会、イルミネーションのメーカー、試行会社、デザイン会社等で構成される、イルミネーションの健全な発展と技術研究や情報提供等を目的とした業界団体。イルミネーションとは、 主に電色を意味する言葉として使われてきた。しかし、近年デジタルサイネージの普及に伴い、情報に目を向ける手段として、イルミネーションを採用することが増えている。イルミネーションの言葉には、本質に光を当てるという意味も含まれることから、視覚の焦点化の効果を歌うイルミネーションサイネージという電子看板のカテゴリが確立された。 特に空間デザインとして使用する目的と文字情報を適切に伝達する二つの効果を持った機器として注目を集めるようになった。主な無料の都市、地域イルミネーションイベント。2016年は東京都港区で30カ所以上、千代田区で16カ所、渋谷区で15カ所。ありがとうございます。